はい、皆さんこんにちは。東京美容医科のアソトルです。今日も、運動した状態から、やっていきたいと思います。だいたいね、患者さんなんていうのかな、お医者さんがねベラベラ喋ったってしょうがないのよね。やっぱ腕が良くないと、めっちゃ口がうまいけどオペ下手っていうよりは、手術が上手で無口の先生でもパチって結果出してくれる先生の方がいいじゃないですか。やっぱそういうお話のところはカウンセラーさんを頼ることもあります。はい、それから何かな、ものすごい営業されるみたいな人いますけど、営業というよりせっかく悩んで病院まで足運んでくれたわけだから、ちょっとこう背中を押す的な、そういうことしてくれる人がいてもいいのかなと思ってカウンセラーを採用してます。ただもしカウンセラーからこの人ぼったくろうとしてるなとか、この人病院の売り上げのために働いてんじゃないかなみたいなことをピンと感じ取ったら帰ってもらって構いません。無理やり手術しようとは思ってないので、その人にとって本当に必要だったらいい提案をするように社員教育してます。このチャンネルがいいと思ったらいいと、チャンネル登録の方もお願いします。ちょっと水もらうから一回これはもうめちゃめちゃハードやん、これ